ジャワマングースは、哺乳孔、猫目、マングース科に分類される、哺乳類の一種。かつて亜種として扱われていた一部の地域の個体群は、別種のフイリマングースとして分類されている。ベトナム、カンボジア、ラオス、タイ、マレーシア、インドネシアを原産地とする。ミャンマー、中国南部、バングラデシュ、ブータン、ネパール、インド、パキスタン、アフガニスタン、イランに分布していた。 個体群もかつては、ジャワマングースとして分類されていたが、DNA 解析の結果、フイリマングースという別種であることが判明した。それに従い、ハワイ、日本、西インド諸島などに外来種として、移入分布していた個体群も、ジャワマングースではなく、フイリマングースとの扱いになっている。東道町は300から415ミ、mm、リメートルで、フイリマングースと比べて大型。オア 体調よりも短い。背面の毛衣は肺褐色で褐色や黒褐色の反転が入る。竹林や植林地、草地、農耕などに生息する。中高生。植生は雑食で昆虫、サソリ、ハチ類、鳥類やその卵、小型哺乳類などを食べる。かつては複数の亜種に分けられていた。以前から元亜種以外を フイリマングースとして分割する説もあったが DNA 解析によって別種であることが有力となった。2005年に特定外来生物による生態系等にかかる被害の防止に関する法律によってジャワマングースは特定外来生物に指定されたがその後の研究で日本に定着している個体群がフイリマングースであることが明らかになった。そのため2013年に フイリマングースとして改めて特定外来生物に指定されている。ジャワマングースは日本には外来種として定着していないことになっているが、特定外来生物の指定は続いている。ありがとうございます。